93期の中川茂樹です。向こう町競輪場の思い出なんですけど、まあ、ちっちゃい頃から親父がそこの向こう市役所で定年するまで働いてたんで、まあ向こう市祭りとか秋に連れてこられたりして、なんとなく競輪場がここにあるなっていうのはずっと、記憶に残ってて、で中3の時に、まあ、平安省で神山さんがこう豪快にまくって語れるのを見て、なんかこれで300万円かと、選手もいいなって思ったのが、まあ、選手になったきっかけなんで、そういう意味でも向こう町競輪場が、まあ、選手になったきっかけではありますね。で、まあ、選手になってから、まあ、レースの中で言うと、地元初めて走った時はみんな見に来てくれたんですけど、そこで9着大敗してすごいこう恥ずかしい思いをした記憶もありますし、でチャレンジの決勝初めて乗った時はこうビザで優勝を取り逃したんで、なんかこう最初の方はなんかうまくいかないなって思いながら走ってた記憶はありますね。で、まあ、24歳ぐらいの時に A 級で初優勝させてもらって、でそれがまあ最高の記憶、喜びの記憶ではあるんですけど、まあ、そこからまあずっと A 級で走ってますんで、こう参加するたびにこう A 級で決勝乗って優勝するぞっていう、自分の中ではこう G1 のつもりで半年に1回ぐらい毎回気合い入れて臨んでたっていう記憶はあるんで、ね、それがなくなるっていうのは、ちょっと寂しい気持ちですね。はい。で、まあ、5年か6年か長い間かかりますけど、この先、ね、新しく競輪場が生まれ変わって、その時に、まあ、もっといい選手でいられるように頑張っていきたいなと思っています。実況の滝口久志です。京都向こう町競輪場、この平安省が終わるといよいよ改修工事に入ります。私は2000年から今年で25年目になります。3分の1の歴史を喋らせていただいて本当に嬉しく思っております。私が実況している間、京都からは松本人志さん、村上兄弟、稲垣選手と4人の G1 タイトルホルダー、伊藤康海さんが G2 を勝って藤木選手も平安賞を制覇、こんなに地元が強いバンク、他には岩木平ぐらいしか思い浮かびません。改修工事は残念ですが、また新しく生まれ変わった京都向こう町競輪場、次のスターが誕生すると思います。休止の期間は残念ですが、また新しくなった京都向こう町競輪場に皆様どうぞご期待ください。70期吉村文隆です。向こう町競輪は今までたくさん走ってきたので、1着取ったり優勝したいい思い出があったり、落車や失格の悪い思い出もたくさんあります。締め切り5分前の音楽が変わってたり、その時代の思い出もたくさん蘇ってきます。寂しい面もありますが、これから新しい向こう町競輪も楽しみにしております。また新しい向こう町競輪もどうぞよろしくお願いいたします。78期、京都佐野梅和です。京都向こう町競輪場の思い出はですね、まあ、もう20年ぐらい前になるんですけど、やっぱり松本人志さんと一緒に練習して強くさせてもらったことが、まあ、印象深いんですけど、松本さんと、まあ、練習してたらですね、スペシャルといって毎回毎回こう1本ごとに課題を出されるんですけど、まあ、それをクリアできなかったり、まあ、グループで、まあ、再会の人とか特別メニュー後でやらされるんですね。まあそれが、まあ、嫌じゃないんですけど、まあそれをなんとか回避しようと頑張ってもがいてやってたんですけど、まあまあ、苦しくもあり楽しくもあって、そうですね、まあ、本当に向こう町競輪場には強くしてもらったと思ってます。とりあえず新しく
バンクが生まれ変わるまでとりあえず元気で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。京都105期の畑蘭です。向町競輪場は高校1年生の15歳ぐらいの時から、もう約大体18年ぐらいかな、ずっと走ってきたので、まあ、すごい思い出はたくさんあるんですけど、まあ、ちょっと今回改修、まあ、新しくなるということでちょっと寂しい思いはあるんですけど、まあ、最後までしっかりバンク楽しんで走りたいなと思います。125期八地健太です。向こう町の思い出は、本デビューがここだったので、悔しい思いをしましたので、で、まあ、その改装工事があるんですけど、その改装工事終わってからその向こう町 でもう一回走れるようになってからしっかり自分の走りをできるように頑張ります。応援お願いします。和歌山の三橋正弘です。向こう町競輪場の思い出としては、競輪学校、二次試験前にですね、短期訓練というのがありまして、そのところで、ね、短い期間でしたけども、苦しい合宿、そのおかげでですね、競輪学校合格、それに競輪選手になれたというね、今の自分がある、原点だと思います。新しくリニューアルされる、向こう町競輪場出来上がるのが楽しみです。はい、119期の徳田匠です。向こう町競輪場の思い出は、改修前自身最後となる、向こう町開催で優勝できたことです。86期稲垣博之です。ここ向こう町競輪場は、アマチュア時代から SQS 班時代まで、競輪選手としてのキャリアはもちろん、人間としても自分を大きく成長させてくれた思い出の地です。このバンクでの最後の平安賞を頑張るのはもちろんですが、新しく生まれ変わる競輪場でも、しっかり勝負する姿をお見せできるように、これからも努力精進していきますので、今後とも向こう町競輪場のご声援よろしくお願いします。はい、松本人志です。よろしくお願いします。僕にとって向こう町の競輪場っていうのは、練習場というよりも、まあ、自分にとってはもうこう心身を鍛える道場みたいなところだったので、まあ、バンクはもちろんですけど、控え室も、まあ、駐車場からこう控え室に行く通路、そこまでも全部僕にとってはすごい神聖なこう気持ちの高揚がある場所で、まあ、そこでこう青年期から壮年期ずっと選手の先輩とか後輩に鍛えてもらったという印象のところです。まあ、そこが形がちょっと変わるということで、そういう意味ではこう風景がなくなるのは少し寂しいんですけども、まあ、新しいこう新人の選手とかこれから競輪界を狙っていく人の新しい道場となって、まあ、いい選手がいっぱい育ってくれたら嬉しいなと思ってます。